てお昼お昼。今日のお弁当は何かな？唐揚げかな？それともハンバーグかな？いやもしかしたら牛丼かな？よしお弁当箱が出てきたから、早速開けてみよう。これミニパソコンじゃん。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ミニズフォーラムの NBA5 になります。NBA? いやそれバスケットボール。こちらはインテル12世代用の CPU が搭載されたモデルのミニパソコンで、この4月に新発売となる新商品となります。果たして性能はどのくらいなのか見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの NAB5 の販売ページから見ていきましょう。こちらは現在 Amazon で販売中のページとなります。今回の Amazon ページでの NAB5 は2種類販売しており、まずは今回の提供品から、メモリ 16GB とストレージ 512GB で価格は 73,980円に 13,350円のクーポンがあるので、63,630円となります。もう1種類は、メモリ 32GB とストレージ 512GB で価格は 89,80円で 13,350円のクーポンがあるので、69,630円となります。メモリ 16GB の差で約6,000円の差。ノート用のメモリを持っている人なら換装も可能ですが、持ってない人だと 32GB の方が良さそうな気もしますね。あとはギークベンチでのスコアや、USB-C を使った映像出力、4画面出力対応、内部の様子、デュアルランなどが書いてありました。後ほど実機で詳しく見ていきましょう。今回こちらのパソコンにはインテルコア i5-12450H が搭載されています。P コア4コア、E コア4コアの8コア12スレッドで、クロックは P コアが 2.0GHz から 4.4GHz、E コアが 1.5GHz から 3.3GHz となっております。キャッシュは 12MB、DDP は最小 35W、ベース 45W、最大 95W、内蔵グラフィックはインテル UHD グラフィックスが搭載されております。では実際に開封をして中身を見ていきましょう。まずは外側の包装を外していきます。開け方は上蓋をそのまま上に開けていきます。開けるとまずは初期セットアップの紙が入っており、その下の梱包材を取ると、パソコン本体が出てきます。その下には付属品が入っています。では先に付属品から見ていきましょう。まずは HDMI ケーブルですね。こちらは1本付属しておりました。続いては AC アダプターが入っています。こちらは 19V6.3A の 119.7W 出力のもので、PSE マークもきちんと記載されています。こちらはモニター取り付け用のブラケットと SATA ケーブルになります。こんな感じでモニター裏に取り付けることでデスク周りをスッキリさせることもできます。では続いてパソコン本体も見ていきましょう。シュラララ。では続いて本体も見ていきましょう。こちらは梱包材に挟まっているだけで内袋等はありませんでした。ということでこちらが本体となります。全面的にシルバーを基調としたパソコンとなっております。まずはフロントから。左からマイク、データ専用 USB3.2Gen2Type-C、USB3.2Gen2Type-A×2、イヤホンジャック、電源スイッチ、CMOS クリア。続いて裏面は、左から USB3.2Gen2Type-A×2、HDMI、USB3.2Gen2Type-C、LAN×2、HDMI、USB3.2Gen2Type-C、電源アダプターとなっております。Type-C のところがわかりにくいですが、左側は映像出力対応、右側は映像出力足す PD にも対応。そんな感じで覚えてもらえれば良いかと思います。側面は給排気口となっております。続いて大きさも測ってみました。まずは横幅から。横幅は 127.28mm で、縦は 127.45mm でした。厚みはゴム足のないところで 51.51mm。ゴム足のあるところで 54.83mm でした。重さも計測してみたところ、615.3g でした。一般的なミニパソコンの重さですね。で、このパソコンの一番の目玉というところなんですが、上の蓋を押すだけで簡単に開けることができます。上蓋を開けるだけ？ミニズフォーラムのミニパソコンは、割と下側のネジを外したりしてからメモリとかにアクセスできるんですが、このミニパソコンはワンタッチでメモリやストレージにアクセスすることができます。なので小さいスペックのものを購入して後から交換なんかも可能ですね。これは確かにパソコン内部へのアクセスが楽でいいわね。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。せっかくなので Windows のセットアップ画面までの時間を見てみましょう。約9秒でロゴマークが出てきました。
初期セットアップの画面が出るまで約30秒かかりました。ここからは Windows の初期セットアップを済ませていきます。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。8コア12スレッドってあんまり見ないからちょっと違和感ありますね。アーキテクチャーは10ナノメートルとなります。続いてはメモリです。DDR4-3200 の 8GB が2枚搭載されています。続いてはストレージ、キングストン製の 512GB が搭載されています。こちらは速度を計測してみましたが NVMe Gen 4のストレージが載っているみたいです。そして最後に内蔵グラフィックです。こちらは Intel UHD グラフィックスが搭載されています。ではここからはこの NAB5 の性能を見ていきたいと思います。果たして Intel 12世代ノート用 CPU の性能はどのくらいなのか見ていきましょう。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23? まずは CPU の性能テスト、シネベンチ R23 からやってみます。12スレッドだからなかなかのスピードね。ですね。では結果はこちら。ではまずは単純に結果から。マルチが9068と10196、シングルが1620でした。アイドル時は40度、最高温度は79度でクロックはマルチが 3.0GHz、シングルが 4.19GHz でした。性能としてはまあまあって感じかしらね。で、私はふと思ったんですが、このミニパソコン、簡単に開けられるじゃないですか。確かに簡単に開けられるわね。で、この開けた状態でシネベンチを行ったら結果が変わるかなと思ってやってみました。その結果がこちら。まずはスコアから。あれ、全然変わってない。そうですね、ほとんど同じでした。でもきっと温度とかは変わってるんじゃない？こちらが温度とクロックになるのですが。ということでこちらの NAB5 は蓋を開けても開けなくても結果は変わらないという結果が出ました。まあ逆に言えば閉めていてもしっかり冷やせてるってことね。本体から30センチ離れた位置で音量も測定してみました。音量に関しては、蓋を開けていても閉めていてもほとんど差がありませんでした。どちらにしても30デシベル程度なのでそこまでうるさくはなかったです。消費電力の方はアイドル時で約15W。シネベンチ R23 実行時は 88.5W 前後の消費電力でした。ではせっかくなのでミニズフォーラムさんからいただいたミニパソコンでのシネベンチを比較してみました。対象がライゼン7なので i5 との比較にはならないのですが、前世代のライゼン7 5800H とは割と近いスコアが出ていました。温度に関しても 5800H よりわずかに冷えているので、なかなかかなと思いますが。ライゼン7 7735H が強すぎるわね。まあ7と5の違いもありますから。ではゲーム系も見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD で最高品質、高品質デスクトップ、標準品質デスクトップで行いました。見切れていますが一番上が GPU、その下が CPU となっているのですが、GPU は 100% に張り付いていますが、CPU はまだまだ余裕がありそうですね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、最高品質2525、高品質2873、標準品質5500という結果となりました。もちろんこのミニパソコンがゲーミング用途ではないにしろ、インテルの内蔵グラフィックはちょっと弱い感じはしますね。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。平均 FPS は上から17、19、37、最低 FPS は10、11、15という結果になりました。やはりこの辺はスコアとともに影響されてしまいますね。では次。ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD で高品質、標準品質、軽量品質で行いました。FF14 に比べるとやはり FF15 は重いんですよね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、上から1068、1557、1967という結果となりました。やはり FF15 ベンチマークは重いですね。平均 FPS は上から9、14、19、最低 FPS は4、9、9という結果になりました。ベンチマークが動いただけ良しとしますか。では次はこれで実際のゲームが動くかも見てみましょう。フォートナイト。まずは FPS ゲームのフォートナイトから。設定はフル HD のダイレクト X11 で描写距離と 3D 解像度 MAX でやってみました。あれ、パフォーマンスモードじゃないの？それなんですが、パフォーマンスモードにするとなぜかクラッシュしてゲームをすることができなかったんですよね。で、地上では平均 40fps 前後で 60fps も出ていないので、できないことはないですが、まあ快適とは遠い結果になりました。では次。Apex Legends。ではゲーム系最後に Apex もやってみました。まずは射撃訓練場での爆破実験。平均 25fps、最低 fps は20という結果となりました。実際の戦場にも行ってみました。こちらは降りてから後半になります。もちろん、マップや状況によって変動をするものなのであくまで参考程度に見ていただければと思いますが、
やはり平均で 30fps 前後だとなかなか Apex などは厳しい感じはしましたね。まあそういう用のパソコンじゃないしね。動画エンコード。最後にフィモーラを使って 4K5 分動画を再エンコードさせてみました。結果は6分20秒で再エンコードができました。 4K5 分動画を約6分で再エンコードできるならなかなか早いですね。シュララ。はい、ということで今回はミニズフォーラムさんから NAB5 のご紹介でした。オフィスとか作業するには問題のない性能とは思いますが、残念ながらゲームをしたい人には向いていないパソコンですね。少しでも CPU 性能が欲しければ同種類の NAB6 が i7 モデルなのでそちらの方がいいかもしれません。前回ノート用 AMD CPU を触ったので余計に感じましたが、ノート用 Intel CPU のグラフィックももうちょっと頑張ってほしいですね。ということで本日はここまで。このミニパソコンが気になる方はぜひ概要欄から詳細をご覧ください。この動画が少しでも参考になったらぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。